キチャンネル。ちょこんにちは。今日はですね、はい、まあ、ビックリマン選手っていうのをやってきましたけども、はい、今回は逆ビックリマン選手です、はい、去年もやりましたね、はい、うん、まあ、これね、皆さん去年の動画をね見てない人のために説明するとですね、はい、まあ、ビックリマン選手っていうのは、うん、いや、びっくりするほど活躍みたいな、うん、こんだけ活躍すると思わなかったっていうのがビックリマン選手で、うん、はい、逆ビックリマン選手は、うん、え、もっと活躍すると思ってたのにそんだけなのっていう、うん、とかあんまり結果で出なかったねっていう、うん、もっと出せると思ってたのにっていう選手対象です、うん、まあ、逆にえっていうびっくりの方ですね。そうそう、期待値大きかったのに、うん、えっどうしたんですかっていう選手がノミネートされてます。はい、はい、ということで今回ね、はい、パ・リーグからいきましょう、はい、ソフトバンク、うん、松田選手です。まあもう晩年だけどね、まあ、もうベテランですからね。そうそう、かなり、うん、マッチも何歳、もう38歳、はい、だから今年39歳、はい、だからまあ終盤ね、リチャードとか栗原サード行ったりとか出てましたけども、うん、もうちょっとね、うん、厳しく打率も2割4分3厘、ね、ホームラン、14本、まあ、ここら辺2桁以上打ってるところはね、まあさすがだなっていうところあるけども、はい、もう終わりなのかマッチっていう、なんかマッチにはなんか最後までやっぱり、ね、そう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 、うん、っていうのはありますよね、うん、あとはね、オリンピックとかにね、うん、いろんな思いもあって出たかっただろうけどね、はい、生出場かなわず、うん、マッチどうなんやっていう、うん、もう終わりなのかっていうびっくり。そうですね、うん、来今季どうなるんでしょうね、うん、勝負だね、うん、まあ、リチャードとか若いのがね、監督も変わって出てくるから、はい、ちょっとね、まあもう年齢考えたら仕方ないかっていうところあるけど、マッチだったらいつまでも元気っぽいのになって思いながら、そうそう、印象がありますから、そう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 、うん、だからね、はい、期待値があるだけに逆びっくりにノミネートされるっていう、はい、でもう一人はね、うん、今宮、うん、いや今宮はまだ30、今年ね、まだ確か20、今年30ぐらいじゃないですか、今年31か、今30歳、はい、まだまだ若いのにちょっと怪我勝ちすぎるね、うん、多いです、毎年なんかね、うん、だからもうここ最近、今年も120、去年43試合、はい、その前106試合、99試合とちょっと試合数がねちょっとずつ減ってきてるっていうところと、はい、ちょっと万全で9回フルに出れなかったりとかっていうところにちょっとね逆びっくりよ、はい、まだ若くて体強そうなのに、体のちょっと不具合が多いなっていうね、うん、そこら辺もなんかしっかりメンテナンスしていかないと、ホークスがねちょっとなかなか浮上していくきっかけにならないんじゃないのかなっていう、ね、そうですね、強い時のホークスには今宮選手がガチッといましたからね、そう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 、うん、そういったところではちょっとこのね怪我勝ちすぎるところに、はい、あの逆びっくりよ、うん、ね、はい、さあ続いて西武、西武はですね、はい、松田投手ですね。あ、いやもっとできたっしょっていう、今年そうですね、いや松田投手は今年は防御率 4.99、うん、33試合登板ホールド9、セーブ8、だから守護神だったのに、はい、最後もうね、あの平が守護神になっちゃって、うん、もうちょっと、しかもセーブのね、救援陣の防御率が悪いっていうところもね、はい、この増田の頑張りがもう一つ足りないっていうところにもつながってくるし、うん、だって昨年48試合登板 2.02、 2019年65試合登板 1.81 だからね、防御率、防御率すごい、うん、で19、20と2年連続30セーブ以上上げて、うん、で今年が防御率去年か 4.99、 うん、ちょっと逆びっくりだね。そうですね、一気に落ちたからね、うん、なんでここまでなんか去年とねガラッとなるのか、うん、まあ、怪我もあっただろうけど、うん、やっぱここがしっかりしていかないと、うん、やっぱりねリリーフ陣の強化につながっていけないから、はい、今年は踏ん張りどころだね。そうですね、マサ投手がいることによってこう後ろが締まりますからね。そうで平があと8回ぐらい来た方がね、はい、もうちょっと安定感ね、うん、この後ろのリリーフとしての安定感がマサが8回ね、マサが9回で平が8回の方がいいんじゃないのかなっていうね、うん、思いがあるんで、はい、そういった意味ではちょっとね、うん、一気に落ちたんでちょっと逆びっくりっていう、はい、さあ続いて、はい、ロッテ、はい、福田周平、わあそこ来ましたか、いやどこ行ったんっていう、4試合出場、打率0割8分3厘、うん、ヒット1本、まあ、2軍では出てるけど FA よ、 FA で来てよ、はい、2年目、うん、どうしたんっていう、確かに出場機会を求めて FA を、そう来たのに、でも岡とかね、はい、藤原とか、うん、外野もね、で山口とか、はい、頑張ってきて、うん、ちょっともうやばいんじゃないのっていうね、うん、逆びっくりよ、はい、ね、そうですね、うん、まあ、FA できてもう2年目 だったんですよね、そうそうそう、今年2年目でね、うん、なかなか思い通りにいかないっていうかね、はい、結果が出ないところがね、うん、FA で来た中では逆びっくりだね、うん、そうですね、はい、でもう一人、はい、井上誠也、あ、じゃあ、うん、
一昨年ホームラン打って泣いてたのはどこ行ったんやっていう。あれもう一昨年か。一昨年よ。あれ2020年だから。そうでしたね。泣いてる場合ちゃうやろっていうね、手術もして、うん、そこまで一気に打てへんくなんの、うん、いや逆びっくりみたいな。そうです、ね、俺はベストナインひょっとしたら取るかもで大穴ベストナイン入れてたのにね、うん、はい、今年ね、全然なんかこうね、見なかったですね。まあ、でもちょっと今年も厳しいんちゃうかなっていうね。あ、そうですか。だってレアードがファーストにいるから。あ、そっか。での残留ですもんね。うん、だからもうめちゃくちゃ打つように、うん、もうめちゃくちゃ打たないと、はい、DH とかにね、うん、ファーストとか、あとレアード DH するとか、はい、まあ可能性あるけども、うん、めちゃくちゃ打たないとちょっと厳しいね。そうですね。うん、ほんと一気に押して逆びっくりよ。うん、で、続いてオリックス、はい、山岡です。うん、で、2年連続怪我本当にびっくり。いいピッチャーなだけに、うん、まあね、日本シリーズね、うん、1回リリーフで投げたけども、はい、いやあそこがいてたよ、山本、宮城、うん、山岡、山崎幸也、山崎総一郎、田島って、田島、うん、やばくない？はい、山岡、やっぱだってシーズン前は山岡投手がいるっていう前提でね。そうそう、シーズン前は山本、山岡で行ってて、そうそう、まあ、宮城はどこまでかねみたいな感じで言ったらね、うん、はい、今宮城が2番手に来て、うん、ここまでの怪我びっくりした ね、 そうですね、2年連続っていうところはね、うん、まあ、今年ね復帰なるかっていうね、復活してほしい選手ではありますけどね、うん、はい、そういったところではまあちょっと注目していきたいなっていうね。でもやっぱり去年もね怪我で大半いないよ、びっくりしたですね。そうでしたね、はい、続いて日本ハム、はい、太田大志ですね、うん、いやだってベス、大穴ベストライン入れてたのに、そうそう、ベストライン取るかもって、初受賞するかもってね、飲んでんだよ、はい、それやっぱびっくりでしょ。まあ DeNA にね、うん、あの移籍が決まって、うん、まあ、よかったですけども、はい、あのもうほぼほぼいなかったもん、うん、試合出てなかった、ライト近藤とか守ってたしね、で浅間とか、はい、ちょっとびっくりよ、ね、でもあの自由契約になるとまではまあ思ってなかったわけですよ、うんうんうん、であの飲んでんだっていう制度にもびっくりしたし、でも耐えたね、耐えた、多分もうすぐしたら10億円選手の、はい、あの答え合わせするんだけども、はい、5000万でしょ、耐えたな、耐えた、ゼロになるんじゃないかと思ったので、ゼロになる可能性あったから耐えた、5000万って聞いて、はい、オッケー、うんうん、7000万ぐらいダウン、はい、まあまあまあなんとか1億円ダウンとかじゃなくてみたいな、うんうん、はい、そうでしたね結構佐藤さん上がってる人上がってますからね。そうそうなんだよ、ある動画の時はなんかもう佐々木負けたでしょみたいな感じで言われてたけど、はい、ひょっとしたらひょっとするよ、まだ分かんないですね、私も計算してないんで、うんうん、村上さんがね、はい、いるんで ね、 ね、期待したいですよね、山本村上の MVP コンビがね、はい、どこまで行くかっていうね、そう、ね、私も楽しみにしてるんで ね、 ね、まあ、でもちょっと太田はね、はい、ちょっと逆びっくりよ、うん、ああいう結果になったのも逆びっくり、はい、そうそうそう、うん、ね、さあ続いて楽天、はい、マークですね、マークか、逆びっくりよ、だって俺、はい、1年前よ、開幕前、まあ、マー君は最低15勝でしょ、まあ、涌井とか2年連続なかなか最近結果出してないから厳しいかもわかんないけども、まあ、則本が12、3勝して岸もそれぐらいで、マー君は、まあ、15勝は硬いやろって言ってて、はい、まあ、確かにね、うん、視聴者の皆さんわかるよ、はい、ちゃんと抑えてるよと、援護ないから勝てないんだよ、そうって思う、うん、わかるけども、それにしてもよ、うん、4勝はちょっと逆びっくりだよね、マー君4勝って、うん、そうですね、うん、まあ、ちょっとその開幕の時もあの出遅れたからね、出遅れたんですよね、うん、急遽、うん、それもちょっとあ大丈夫かなと思いましたけど、うん、それでまあ期待よりは少なかったですね、なんか期待値が多かった時にね、うん、ちょっとなんか逆びっくりよ、はい、マー君4勝9敗だからね、うん、9回負けてるんだよ、借金5、そうですね、でもこう則本投手より防御率はいいんですよ、一番勝ってる、そう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 、うん、あと終盤ね、9月20日からの1ヶ月結構打たれたね、あとあの本当に各チームのエースと対戦しましたね、うん、山本投手とかあと佐々木朗希投手とかも投げ合ったりしてましたけど、うん、だから9月20日ソフトバンク5失点、うん、オリックス1失点、ロッテ2失点、西武2失点、西武5失点、オリックス2失点、勝負どころでちょっと、うん、8月以降0勝、そう、勝ててないんですよね、7月に最後1勝して、うん、防御率はねいい形で抑えてるけども、うん、でもこのマー君がやっぱ勝てないっていうことにびっくりだね、そうでしたね、まあ、本人ももう何聞いてももう今年は悔しかったっていうね、うん、言葉が多かったですけど、うん、残留しましたから、うん、今年は、うん、いける、今年は15するするの、15勝援護いるよ、いくいく、外国人いいの、今日今年はいい外国人来るよきっと、そうなんですか、分かんないけど、でもなんか B クラス予想してて、え、そうだっけ、正月の予想で、まあ、外国人わかんないからまだ B クラス予想してて、いや外国人、いい外国人選手が来なくても15勝したら A クラスいるよ、そうですねB クラス予想してて、そうですね、ほんの数日前、私なんで B クラス予想したんだろうな、いや弱いって言ってた、弱いって言ってた
ちょっと全然。でもこれはねみんながびっくりしたと思うよ、うん、そのマー君がやっぱ4勝9敗っていう、うん、そのまあ確かにね、はい、援護点がなかったとかそういうのもあるけども、うん、数字だけ見ると、はい、これいくらなんでもそれでも4勝ってみたいなね、はい、っていうこところはやっぱちょっとびっくりしたなっていう ね、はい、そうですね、ところもあります。まあ、マー君は神の子、不思議な子なんですよ。なのでな不思議なの、はい、これ不思議な出来事で4勝かもしれない。だからまた次の年これじゃ終わんないですよ、うん、もうもっとすごい結果を残して、うん、まあでもね、うん、ここで上げられた選手っていうのは、はい、もっと高いレベルを望んでるだけにね、うん、逆にびっくりしたっていうところなんでね、はい、まあ、そういった選手でもね、まあ、今年はねまだ頑張ってくれると思うんでね、そうですね、期待したいですね。頑張ってほしいっていう選手でもありますからね。もうそうそう、もちろんもちろんもちろん、うん、っていうことでね、はい、まあ、今年1年ね、うん、頑張ってもらいたいし、はい、皆さんにとってのね、うん、もっと頑張ってくれると思ったけどっていう選手はねコメント欄でお寄せください。はい。